はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も SG 高校のサクチャレですね。で、基本編成は変わらないんですけれども、マネージャー枠に、PSR のプラゴのね、レンちゃんをお借りすることができたので、今回はレンちゃんでいきます。で、レンちゃんは、まあ、彼女にするのか彼女にしないのかでちょっとイベントの方が変わっていくんですけれども、まあ、あの彼女にしてデートをこなして経験点を稼いでいくという方向になります。で、新島ちゃんがいるんでどうしても二股になっちゃうんですけれども、レンちゃんね、あの最後二股で行くと扇風機をねエピローグでつけてくるんですよ。で、まあ、ただね、サクチャレに関しては経験点だけ稼ぎ出せればいいので、まあ、別に扇風機はついてもいいので、まあ、どんどんデートをしていきましょうというところですね。持ち込みアイテムに関しては、まあ、いつも通りの、招き猫と恋愛のお守りになります。レンちゃんってちょっとやってみた結果、あれだね、デートであんまり評価は上がっていかないよね。これはちょっと精神、カオルちゃんと草野がいるんでちょっとこれは精神やっていきましょう。で、あとね、ちょっとね、上位にいる人のまあ経験点の稼ぎ方ですかね。うわ、これももったいないな。参考にしてみると、まずね、序盤はやっぱりね、役割レベルを上げていくっていう、これがね重要みたいですね。まあ投手でやったのか野手でやったのかはねちょっとわかんないんですけど、ね、カオルちゃんはね評価ね上げていきたいんですよね。こうメンタルでタックが強いようになるんで、ちょっと精神しかやってなくて若干のもったいなさはあるけど、まあ、これがね後々生きてくると信じて。でね、迷子になるとね、この自己紹介のねタイミングですよね。レンちゃんがね最後に来るとね、本当に10月に入る時くらいになりますからね。どうしようかな、新島の評価を上げるか、またメンタルをやるか。メンタルだらけだな。小村ちゃんとね草野のねレベルが上がっていくからね、ちょっとメンタルだらけだけど、まあ、メンタルのね練習レベルが上がっていくっていうのもいいっちゃいいですからね。まあ、なるべく休むっていうコマンドは使わない方向で。みんなメンタル大好きだね。まあ、ここはただレンちゃんがいるんで、レンちゃんの評価を上げていきましょう。まあ、まずはレンちゃんをクリスマス前に彼女にすると。で、定期ミッションに関しては飛ばしていきます。そうでね、上手い人になるとね、果たし状ですね、ガードレベルね40くらいでねクリアできるみたいなんですよ。もう自分はね絶対無理っすね。ガードレベル40でどうやって果たし状クリアするんだっていう。まあもちろんね、カラスはね使うとは思うんですけど、そこまでのね腕がないんで。これどうすかな、ちょっとミッションを見てみるか。カミンの強化アップ、意外性か、意外性取っておこうかな。意外性取っておいて意外性を1で掴むと、そうするとスクラムニアよりはな、ニジマちゃんにちょっとレベルを上げていこう。で、いやどうしようかな、ガードのレベルを上げていくか。これでいきましょう。よし、これで意外性は1つ1で掴みます。で、ここら辺のイベントも基本的には体力を削っても経験点を取りに行こうかな。おばちゃんをさ、おんぶしてさ走るって、はい、そう、自己紹介がねめちゃくちゃ遅いんですよね。で、忘れないうちに意外性は取っておきましょう。取れねえし。筋力が足らん、筋力が。レンちゃんかな、やっぱり。おお、ここでラフパワーが来たけど、ちょっ
練習できる体力がないぞと最後がね9月の4週とかになるからね、ここでねレンちゃんがね来るとねめちゃくちゃ厳しいんですよね。わあ、この練習とかもね結構いいんだけどね、さすがに無理だな。あー、レンちゃんのバウンサープラス7か。バウンサーが上がるとレンちゃんどうなる？てかレンちゃんなんてさ、上がっても大してレベル上がんないからね。レンちゃんの評価を上げていこう。他のも見つつ、一応ちょっと評価どれくらいか。あ、でも3はいってんのか。いや、ただレンちゃん結構足りなくなるからな。やることねえし。やることねえし、ギア。で、桜の宮の金徳イベントですね。まあ、後上はね、こいつしかいないんで。普通に進めていきましょう。練習の、あ、いいね、新島ちゃんの評価もそろそろ上げてはいきたい。走れ。うわー、大丈夫か。これね、やる気がね下がるやつとか、ラブパワーが終わると一気にやる気がなくなりますからね。で、ここはもちろん経験点を狙いに行きます。よーし、打撃練習。筋力がね足りなくなるんで、ほら、 OKOKOK。 まあ割かし失敗しないけど、たまーに失敗しますね。もうダメだーみたいなで、ねデートはねやっぱりねなるべく早めに終わらせておくっていうのがあるけど、早急かー。でもバウンサーレベル20いたっけ。そんなのレンちゃんも18だしな。いないから、新島ちゃんの評価も上げつつっていうのはやりたいよな。悩むね。デートしよう。あ、間違えた、遊んじったよそうだよ、デートっていうかまだ告白されてねえじゃん先走りしすぎたな。これは続けていきましょう。お、来た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 まったくもう評価がめっちゃ高かったからな。いいよ。いや、こいつさ、マジでさ、鍵どうしたの？いまいち本当に分かんないんだけどさ。打撃練習をしようかな。一応ミッションは見て、打撃練習をやりますか。多分ね、ガードのメインが草野になるんで、草野のね、レベルを。てかさ、コツ初めてだな。新島ちゃんなんで、筋力が全然足んねえな。再生チャンスメーカーか内角かって言ったらどっちだ。インコースを取っておくか。ほら、筋肉。また新島草野のペアか。この二人怪しいな。おお、いいね、いいね、経験点をくれる。何気にね、ここでね、やる気が上がるっていうのもいいっすよね。レンちゃんはね、ちょっとね、デートが厳しいんで、そりゃ経験点はくれるけど、やる気下げたりね。頼むぞ、これ、成功してろよ。オッケーオッケー。これが成功と失敗で、経験点が全然違うからね。さらに、チームメイト評価も上がって、新島ちゃんがなかなかいい感じだな。ってことは、一応ミッション。あー、スナイパーか。ミッションは特にいいのがないんで、これはデートですね。デート、これかよ。もう喫茶店でいいか。多分喫茶店が体力回復的には高いと思うんで、よし、まあここで体力を削ってくれるのこれもいいっすよね。27、27、40の守備職人で経験点的には悪くない。で、これはダメだにして、
経験点をもらいに行くと。ホムラちゃんね、ホムラちゃん、ホムラちゃんのイベントも進んでもらわないといけないんだけど、これはどうしようかな。一回打撃をやっておく。ニンジラちゃんはね、タックのあれが低いんでね、カオルちゃんの評価を上げに行くっていうのもありだよな。ガードレベルを上げつつで、次あたりまたデートに誘いましょう。まあこれはお肉にしましょう。お肉に、これはね野菜嫌いなんで。で練習を一応見て、ミッションは居抜きのバウンサー、これはデートだな。これ何、漢字置きとかさすごいよね。ちなみに俺ね、ほんと好き嫌いが多いんで、嫌いなものとかね出されるとね、ほんと食えないんですよね。いや一応食うは食うよ食うは食うけど、じゃあ2回目の定期ミッション、これも、ま、サクッといっちゃいましょう。あんまり落ちないな。あ、そもそも桜のやつかね、評価いってねえし。小村ちゃんも、小村ちゃんもな、イベントが起きてくれればね、あそこで評価が上がるんでいいんですけど。でね、レンちゃんとのねデートがいまいち体力回復っていうところが把握できてなくて、2回目って体力回復するんだっけ。いいのがないからな、そうかも、ね、気にする必要がないから。ここはちゃんと強化を上げなきゃいけないっていうんだったら精神をやったかもしれないんですけど。あ、そうそうそう、ここでね謎のチョーカーをつけられて、これってさずっとつけてんの。今日のデートだけとかだったらまあ嫌だけど、まあ嫌だけど我慢できる。ただこれをねずっとつけてろって言われたら、学校とかでね、いやあいつなんだみたいな。で、そうそう、草野のコツが来てたんで、守備職人はさすがに、こうしましょう。で、あとはチャンスメーカーをどうするかだな。新島ちゃんがいるからチャンスメーカーは一緒に潰しておいて、あとバントも潰しておこう。粘り打ちか。なんかバレンタインで粘り打ちとか固め打ちとかくれたよねあれそれ、あれか、お正月か、お正月でなんか粘るんだよね、レンちゃんが。お、アベレージヒッター、いいね。まあアベレージヒッターは技術をね、めっちゃ使うからね。で、練習がな、本当に微妙な感じだね。一応ミッションを見て、草野のスナイパーか、ラッキーセブン。あ、ここでバント丸が来てるし、まあ、別にバント丸はどっちだっていいんで。12月の2週か、12月の3週も練習して、12月の4週2人評価上げとくか。小室さんはねレンジャーレベル上げないといけないからね。これで体当たりがもらえるんで、この面接ありかよみたいなお、なんか来て、お、メンタルいいね。カオルちゃんがね、一応潰さないといけないんで、まずカオルちゃんはヘッスラを持ってるのと、体当たりは潰しておこう。体当たりは持ってないんですけど、あとね、本類生還と本類生還とラッキーボーイなんだけど、本類生還が高えな、敏捷が高いのか、どっちか潰したいけどな。多分ね、精神はね、精神と敏捷ってなんかわりかし余るんだよな、この先生。まあいや、どっちが来てもいいかな。体
ただ純烈の3周は、まあ、もったいなっちゃもったいないけど、ただね練習して精神の練習でさ68ポイントもらえるとかほんとすごいよね。今回草野も一緒に被ってはいるんだけど、いやカオルちゃんはねほんとすごいと思う。で本命成果をつかむときは次にコツが来たときだな。これもなんかねイベント的によくわかんないんだよね。ああこれは何、盗聴器的なのが入ってるの。アロマキャンディ、すげえな50も入るな。そうそうそう、そしてねここでもさらに盗塁が入って、盗塁って草の持ってるじゃないですか。これでねコツが潰しやすくなるっていうのがいいっすよね。で新島ちゃんのコツが来てるんで、新島ちゃんは意外性取ったでしょ、でチャンスモーター取ったでしょ、あとインコースか、インコースどうしたっけ、インコースも取ってあるね。よしじゃあ練習しましょう。いいね、草野がなかなかいい感じにレベルが上がってると思う。さてちなみにね俺レンちゃんでね大吉とかね出したことないんですよね。いつも粘ってくれるんだけど、いってらっしゃーい。中吉、うん、中吉に粘ってくれるのか。ありがとうございます。で草野もね結構タックの率が低い割には経験点はくれるんだよね。粘り打ちは一応まだ置いてはおくか、コツが来たわけではないので。ミッションとかでねコツがもらえる可能性があるので、まあ、ギリギリまで置いておきましょう。でねギリギリまで置いておくと結局潰し忘れるっていうねそういうのがあるんですよね。でねカオルちゃんはねやっぱり経験点がすごいんで進めていきましょう。で草野は切ります。たまにね消化できない時があるんですよね。何パーセント、 14% の桜の宮か、桜の宮はな別にいいからな。そうこういうところでね固め打ちとか、固め打ちって結局トムナちゃん持ってるじゃないですか。今のうちにやっておくか。レンジャーレベルが上がるのか、別にレンジャーレベルが上がるのはトムナちゃんだけでいいんで、編成的には多分これがベスト編成になると思うんで、これでいきましょう。固め打ちを潰しにいきます。あとは体当たりはね持ったからね、特にいい練習もないのでここはデートをしましょう。あとは新島ちゃんが告白イベントができないと、これもねほんとすごいよねレンちゃんって。まあ、経験ってもすごいけどねでここら辺でね新島ちゃんが告白イベントをやってくれると体力を回復しつつデートをしつつっていうのができるんで、桜の宮かスカート評価とか全然ないな。ミッション特にいいのがない。レンちゃんのデートをどんどん消化していくか。これもすごいよね。しかもさ、いつも何してんのこれでっていう。ほら、その子にしていたお世話を先輩にすればいいんだって。あ、固め打ちそうだ。ここで固め打ちか。あいいねいいねいいね、メンタルが来てる。こっちは草野 15% はね打ってて怪我するからね。でバレンタイン前でちょっともったいないけど、これ
何が入ってくか分かんないからね。やる気上がるっけ。ペンちゃんはね、あんまりやる気上がるイメージがないんだよね。すげえな。ここでも耐えたら手に入るんだ。練習的にはこれいいね。練習的にはいいけど、ミッションを毎回見つつ、ここは守備練をやっておきますか。本田ちゃんは全部終わったよね。で、草野はまだ金曲イベントが終わってなくて、新島ちゃんが告白で、れっちゃんの2回目来たっけ、なんか忘れちゃったな。まあ、とりあえず第3回の定期ミッションは普通に行きましょう。あんまり練習をしてる感じがしないな。タックルを組んでないっすよね。まあ、ただね、野手の場合はね、タックル経験点を稼ぐっていうよりは、まあ、こういうね、コツとかで経験点を稼いだ方がいいんで。新島ちゃんもな、普通に経験点くれればいいんだけど、まあさすがにそこまでは求めらんないですよね。全てが優秀だったら完全にぶっ壊れキャラになっちゃうんで。あ、そうそうそう、で黒金高校が一応配信決定になったじゃないですか。これみんな重なってなかなかいいけど、 14% はねちょっと無理だな。黒金高校とかね、これアプリでやったことないんですよね。黒金高校はね、出た時はねもうやめちゃいましたね。やっぱね、ブレインマッスルが出てブレインマッスルがやっぱり結構ぶっ壊れだったじゃないですか。それでね、なんとなくねやる気なくなっちゃったんですよね。で、さすがにブレインマッスルは持ってこなかったっすね。まあ出るにしても多分後の方になると思うんで。結局ブレインマッスル一強になっちゃうと、もうブレインマッスルしかやんなくなっちゃうんで。で、これでレンちゃんのデートは終わりですね。新島ちゃんが来ない。で、これは切ります。待ってないぞ。取ったぞ。まあね、経験点結構もらえるんでいいでしょう。あとはどうすっかね。じゃあミッション中心にやっていきますか。何にもないときは早急骨か。早急骨はね、潰しておきたいといえば潰しておきたいんで、取りに行きますか。よし、行きましょう。まあまだカオルちゃんのね、金徳イベント、金徳はもらえないですけど、あ、これ2回目か。これもさ、結構拷問だよな。メンタルか新島ちゃんか、これ悩むね。だって普通に練習して50もらえるんでしょ、かつ体力が回復できるっていうおまけ付き。こっちだな。精神ポイントがめちゃくちゃ余ってんな。いやー、カオルちゃん入れてさ、まだ投手作ってないんだけどさ、これ結構楽しみだな。今はね、サクチャレが始まっちゃってるんで、野手しかやってないですけど、自分はね、投手でのデッキが組めないんで、小村ちゃん、これは小村ちゃんだな。小村ちゃんはチャンス、精神ポイントいっぱいあるからもういいでしょ。内野安打あったよね。で、固め持ってて、あとはムード取って、イブシギン取って、これで終わりか。よし、で経験点を取りに行きましょう。スカウトもいるし、スカウト初めてか。どうだ、スカウト、
調子が悪かったか、まあ低いからね、能力。これは経験値を取りに行きましょう。下はね、体力が回復するんですけど、まあ、体力量的には全然いいんで。で、これは合宿前に1回休みを挟むかな、そうすると。どうしようかな、ミッションっていうのも、ありっちゃありだよな。40入るからね。ガード多めがおすすめ。筋力ポイント40でしょ。で、ホムラちゃんいくつ入るんだっけ。ホムラちゃんこれしか入んないからね。ミッションでいこう。で、ガード、一応、カオルちゃん入れていくか。レンジャーってどうなの、組手とかさ、やんないからわかんないんだけど、まあいいや、これで。ガタイのいい参加者。100人組手。行くぜ。うちは女性が2人いるけどな、大丈夫か。一応2人投入しよう。おお、頑張ってるね。さあ突破できる。あ、突破できるね。金庫は残しておこう。金庫だ。さあ投入すればまあなんか、あ、消えるな。これはちょっと投入しておこう。めちゃくちゃ余裕だったな。レンジャーは必要ないっすね。あ、そうそうそう、金塊がね入るからね、見た目より経験点はもらえるんですよね。で、ミズムちゃんの告白が来てないな。ミッション見よう。特に評価とかは関係ないし、意外性また来たのか。40は欲しいんだよな。40は経験点的に通りすがりのコーチ。30か。じゃあメンタルやろう。で、合宿と、まあ、とりあえずタップは発生したな。よし、ホムラちゃんのレンジャーレベル的にはもう大丈夫かな。まあ、たまらにね、レンジャーレベルが足りなくなる時があるんで。で、桜の宮はもうこのためだけっすね。このためだけに入ってるみたいな。ここでね、体力とか削られるとね、結構痛いんで、っていうか、うわ、いない、しょぼい。これはちょっとスカウト評価上げとこう。弾道は3に上げとこう。パワーは引き当たらないんで。で、いいの。総力なんだかんだで、臨床ポイントが余る感じだから、いいにしておこう。おいおいおい。こっちかよ、結局。草野。小村ちゃん。草野はまだ多分潰しきれないから、潰してやる本田ちゃんだな。あれ、全然しょぼいな。どうするこれ。 23% で狙いに行く。狙いに行ってみようか。おお、いいね。 23% は本当危険だからな。合宿が微妙だったね。合宿が、まあ、あとはこっからだな。タッグとか全然来ないな。カオルちゃんがね、来るときね、めっちゃ来るんだけどな。あ、パワーヒットあるじゃん。ゴーストバスターだし。ゴーストバスター超苦手。マジで。レンジャーをね、2人でられるといいんですけど、レンジャー1人だとね、ゴーストバスターきついんだよな。とりあえずどうしよっかな。アヒターだからな。最悪ゴーストバスターでカラスを使っちゃうかもしれないですね。ゴーストバスターでカラスを使った場合、果たし状はもう無理なんで、もう無理なんですけど、ゴーストバスターからいきますか。主人公レベル71か。で、まあ、まずは小村ちゃんを送り込んで、
で一人って大丈夫でしょう。一つは取れると、金塊はやっぱり取りに行きたいかな。このね、リレーってね、あれが出てくるようになってくると厳しいんだよね。やばいやばいやばい、ホム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 、マネー、よしよしよし。え、ちょっと待って、これわからん。あ、待って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 、やばい。カラス使ったのに。このね、2列で来るところがね、いつもダメ。精神下がんのかよ。ここでレンジャーが2人目はね、もう絶対大丈夫、絶対大丈夫なんですけど、そしてね、これはね、カラスを使ってしまったっていうね、最悪のあれですね。カラスを使った瞬間負けるっていう。特に何もないんで、一応ミッション見つつ、小村ちゃんのレンジャーレベルを上げる必要はないんで、新島ちゃんのデートを進めていきますか。これ確かさ、レンちゃんの場合って井戸端会議が来てもレンちゃんの評価自体下がんないよね。そこがね、いいとこだと思うんですよね。まあ本当にね、あの選手を作ろうって言うんだったら扇風機つけられるのが厳しいんですけど、こういうね、経験点だけ出せばいいっていう、そんな感じのイベントだったら、これは32-8だったら強靭警護6だよな。よし、行こう。これ、効果にいけないよね。落ち着いて効果に対処して。無理か、さすがに無理だったか。これで取って弾けなかったな、多分。これも弾けなさそうだな。これね、重なってくるとね、どういう状況。よし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 、ちょっと金塊が1個余っちゃったけど、おお、これ意外にね、結構きついイベントっすよね。じゃあ定期イベントはこのままいきましょう。そして最後はね、やる気が上がらないっていう。1回目から3回目までは定期ミッションクリアするとやる気が上がるんですけど、最後はやる気が上がらない代わりにコツをつかめるっていう。で、桜の宮はカタコツがあるんでやらない。キャッチャーを使うわ。あたし上来たけどね、無理だよ、無理。おとなしくデートする。そこでね、だからゴーストバスターが成功してるか成功してなかったかが結構分かれ目になったな。パワーヒッターだったからね、しかもやっぱりね、パワーヒッターがあった方がホームランは全然打ちやすいんで。かといってね、やるものがなくなったら私に手を出すか。でも今デート2回目で、これはどうだ。小村ちゃんか。6月の2週でしょ。
3週4週7月まだまだ狙えるか。形上ねこのレベルでクリアできる実力があればねまだまだ経験点は伸びると思うんですけど、だってここにさ、まあ、レンジャーは絶対いらないんで43レベルのカオルちゃんでしょ。多分上手い人だったらねもうこれ全然余裕だと思うんですよね。主人公レベル71あって草野が50あるでバウンサーも40レベルあるんで、まあ、上手い人だったら全然普通にクリアはできるかもしれないですけど、俺はもうさっきのゴーストバスターを失敗するくらいの実力なんで無理っすね。あれを見る限り果たし状は無理でしょうっていう。カラスなしだと、でまだ糸端が来てないんだけど来るなら早く来いって感じだよな。よし、これで結構ね、そこから先の経験点は悪くないんだよね。あようやくこいつも終わりか。いいね。肩プラスあれかどうしようかな。35だったらさ、てかさ技術だけで35あるし、35で肩こととか来られてもねあれだからな。まあ安定的に経験値の高い方がいいか。さて、ちょっと能力を上げていきましょう。弾道は3になってるよね。で、ミントは C、パワーも C、あとなんか能力的に装備のこととかアベレージヒッターとか2段からな。メガリアとか重戦車取る必要がないから高速チャージ、まあ試合は別に守備やんないけど一応取っとく。本塁生還安いから取っとくか。でそこからさらにパワーが上がりそうだね。パワー B、 これでどうかな。さて守備 1% か。俺この前 2% 失敗したからね、失敗っていうか怪我したからねまたゴーストバスターか。もう無理だよゴーストバスターはゴーストバスターで泣くくらいだったら、ちょっと待って、今7月の1周、もう一回ゲットしとく。もっといい練習が来るかもしれないからね、とりあえず体力を回復させておこう。まあ体力回復しつつの経験点も結構手に入れられると。4番か俺。サクッといきましょう。だからね今回ねバランサーが2人入ってるんであれですけど、ここにね例えばレンジャーがもう1人入ってればゴーストバスターも安定してクリアできるっていう。そしてなぜか1点入れられてるし、イネキ君頼むよ本当に。イネキ君自体はね優秀キャラだからあんまり炎上はしないんですけどね。もう変わってるよ。うわー、正面だった。でも、シュートに当てられなかったな。ハンマーも。いった、いかねか。おー、ってか取られたか。すごい、今一塁から二塁に走った。ポイント。てか焼肉っていつ食べるもんなの。走塁。草野スカウトがいるね。スカウト評価上げておきたいんだよね。でそうすると盗塁をまず取るでしょ。
いくつとかで175か。まあ敏捷だけしかカウントしてないけど、で阿部くんでしょ、で粘り取ったでしょ、でバント丸も取ったでしょ、チャンスメーカー取ったでしょ、守備職も取ってあるでしょ、うん大丈夫だね。じゃあスターのこれ練習をしますか。パスケーパーです。ピカプさん、せめてポイントとか思って、おー来たー。ちょっと待って、これレンちゃんはね、下がんないんですよ。これいいんだよね、下がらないで。下がってないよね。レンちゃんほっといていいんだよね。そうすると新島ちゃんが、新島ちゃんこっち来てくれるとすっげえ嬉しいけど、よし来た。ちょっと待って、今7月の3週だからレンちゃんだってマックスだもんね。レンちゃんマックスの新島ちゃん、でデートはまだいけると。いやこういうところで来られるとね、ほんと厳しいよな。レンちゃんのねケアをしなくていいっていうだけマシじゃなくてね、ヒカミンとかだったらもう修復不能だね関係の修復は不能だよ。してんのがさ分かってさ、関係が修復できるっていうのがすごいよね。先頭バッターは菊池、初球打ってきた、一塁送る。佐伯さんの真ん中に行ったな。4回の裏セキュリティーガード攻撃に入ります。トップバッターは菊池、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。もう4回か。投げました、ちょっと待って、外外れてボール、カウンター2ボール、ストライク。スクリーンも無理かな。第4球を投げました、打ちました、ヒットになります。引き地普通のとか0対0で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で160キロ出んの。ゲッツーだけは避けたいところ。もうこれも外します。めっちゃ警戒してんな。1塁へ検査、タッチはアウト。これでワンアウト、ワンアウトランナーなくなりました。アウトか、ふざけんなよ。得点にならなかったじゃないか。セキュリティガード何やってんだあいつ。ノーアウトランナー1塁という場面で引き地、今日はホームランを打っています。打ちました、やばい、噛みました、ワンアウトランナーに。打席がしぶかったな。いくつ入る27とかおい、ここで喧嘩するのかよ。しかもこっちを見よう、肩か、肩とかマジいらんし、これでなあ。あと新島ちゃんが経験点をくれるかどうかなんだよね。なんか一応確率みたいではありますからね。新島ちゃんがね経験点くれるかくれないかでだいぶ変わるからね。パーセンテージが全てに引っかかってきますからね。よし、まああとはもちろん甲子園も最後まで行くと、もう完全にこれはミートとパワーを上げていこう。特に何にもないな。スカートとかで曲げとく。ドクドクドク少なかといってな、なんかいいものがあるわけじゃないからな。よかった、蹴った。マチェット。ちなみに足爆弾ついてるけど、足爆弾って爆発するとゲームオーバーになるんだっけ、それとも能力がめっちゃ下がって終わりなんだっけ。2回の裏セキュリティガード攻撃に入ります。先頭バッター打ちました、初球スタンドに入りました。ファー、第2球投げました、打った、引っ張った、左へ切れた、ファー、よし打ちました、これはいい当たり。セキュリティガード追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で生き地、投球これから2球目、打った、右中間のフライ、ヒット。セキュリティガード1点、セキュリティガードリードで迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で生き地、今日2打点を挙げています。判定はアウト。さ
されました。アウトかよ。これでランナーがなくなってしまいました。何回アウトになってんだあいつ。打って出る。ショートから一塁送球。セキュリティガードリードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で力地、今日2打点を挙げています。第3球を投げました。ミラージュか。スライダーは外れても慎重に攻めてきます。これはひどい。待って、何点入れてんだよ。セキュリティガードサヨナラのチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、ちょっと待てよ、これは今日はホームランを打っています。ほら打った、これはいいアウト。よしよしよし、サヨナラ。しかも最後ホームランとか、あっぶねえ。これも草野が走り回るせいだよ、全くアウトになりやがって。まあいいね、草野くん、草野くんもいるし、激闘第一か。キリアもね、好きじゃないんだよね。どうしようかな。パワーを A にするか、それともなんか広角打法を取ろっかな。 BB やれば、普通に引っ張れば絶対なんとかなるはずだから、あとはちょっと振り遅れた時だもんね。こっころよし OK で、弾道は3あればとりあえず大丈夫なんで、さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で力地、どうだ、打った、強い、うん、よし、おお、大量得点。セキュリティガードリードで迎える3回です。悪いが、キリア君、ワンアウトランナー出した、スプリット、これは引っ掛けた、アウト。本当やだ、スプリット。セキュリティガードリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で力地、危ない球。でも131キロのいいか。投げました、カーブはボール、はっきりしたボール球、カウンター2ボール。投げた、打った、これはこれを捕獲打法取っててよかったな、多分。ただあんまり打席は回ってこなかったね。そうや、なんかさ、告知ミスでさ、激闘第一高校のあれが貼ってありましたよね。最後怪我してもな、あれだからな、メンタルで無難に終わらせておくか。さて、円卓すごいよね、西谷から全部ホームラン打ったんでしょ、あいつ。犬木くんよく抑えるよな。まあ、抑えない時あるけど、パワー A にはできるか。どうする、パッターを取った方がいいのか。パッと取ろう。完全に直撮りだな。まあ、あとはランスになる前にどれだけ打てるかだな。お待たせ、ただに、おい、セキュリティガード同点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で力地、投球これから2球目、ボール、慎重に攻めてきます。カウンター2ボールノーストライク。打ちました、振り遅れる、前進、掴んで、これで3。おお、セキュリティガード追う展開で迎える4回です。バッター力地、初球打ち引っ張った、スタンドに入りました。さあ次の投球、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。投げた、これはいい、ここに、はい、できれば勝ちたいよね、やっぱり。6回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。この回の先頭バッターは力地、取ってはこなかったか。投球これから2球目、カゴの前通過。第3球を投げた、あーっとー、よし、これは高速打球のおかげだな。そうそう、ランスに、お、セキュリティガード攻撃に入ります。勝てない、トップバッターは力地、初球を打ちました、ボールっぽかった。まあ2本か、とりあえず最低限だな。本当はね、2本プラスヒットを1本打ちたかったけど、まあいいでしょう、悪いわけではないんで。さて、これでエピローグ経験点、新島ちゃんをくれるかどうか。新島ちゃんくれれば更新できるかな。一応今のところ6500とかなんですよね。1位、頼む、1位2位かまあいいや。まあ SG だったらね、2位に入れば上出来だと思うんで、よしよしよし、もらえた、もらえた、もらえた。
こんなこと宣言してるからね、世界初のプロ野球選手の夫婦になろうってレンちゃんの前でもお前そんなこと言えっか確実に刺されるよね。え、まさかどうして他の女の子になびいちゃったんですか、レンジャー物足りませんでしたかって怒るつもりはないですって絶対怒ってるよ。情けない人間とかさ、ダメダメダメ先輩まあ確かにね、プロ野球にね入れたからすっげー100ももらえんの。いや PSR のプラゴさ初めて借りたんすけどこんなもらえるんだ。いやもう扇風機とかいいよ、大丈夫大丈夫、ありがとう、すげーいい子だわレンちゃん。いやこれはかなり期待できるな。さて元々の経験点がどれだけいく ?5、6、うわ6600か、でも7000難しいね。ただまあ最高点は出たかな、確か6500台だったと思うんで、まあやっぱりねゴーストバスターとちょっと果たし状ができなかったっていうのが痛かったですね。やっぱりこの編成だと全てがうまくいって7000ですね。何かしらちょっとかけるとやっぱり7000は届かないな。まあ、別に上げる必要ないんでいいっちゃいいんですけど、なんかバランスよく余ってるんで肩でも上げるか。やっぱね桜の宮っていうところがね微妙だよね、経験点的に。いやもう別にこれでいいよで OK して、扇風機別に使わないからいいけど登録はしませんってことは、あそうか特攻キャラボーナスがちょっと増えてるのか、 PSR って増えますよね。ここは 45% でしょ、特攻キャラボーナスがいくつ増えるんだっけ、まあ、よくわかんないけど 77% になってるんで、1万8000か、まあ836、まあ、500は入れないなもう、まあ、ただ1000以内で収まりそうなので、まあ、こんな感じで終了しそうですね。というところで、まあ多分野手だと総経験点7000っていうのがなかなか厳しいと思うんで、今回の特攻キャラ的にまあやっぱり投手はね、でもね試合がマジで剥げるんで、あの経験点を叩き出そうとすると、まあ、そこが辛いところでもありますけれども、まあ、多分自分は記録的にはこの1万8000がマックスになると思いますので、まあ1000以内といったところですかね。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。